ウラジーミル・ポターニンウラジーミル・オレゴビッチ・ポターニンは、ロシアの企業家、インターロスグループ総水、新興財閥に属する加藤社本家の一人、ノリリスク・ニッケル社社長のミハイル・プロホロフとは、ビジネスパートナーの関係にあった。1961年モスクワに生まれる。1975年から1989年まで、コムソモールに所属。 1983年モスクワ国際、関係大学を卒業し、ソ連外国貿易省に入省する。1991年、外国貿易会社インターロスを設立。翌年、その子会社、MFK を設立して私物化した。1992年から1993年に、国際金融会社銀行副頭取、同頭取を経て、1993年をねくしむ。 銀行を創立し、頭取に就任する。1995年には、ノリリスクニッテルを買収した。1996年ロシア大統領選挙では、ボリスエリツィン大統領の再選に、新興財閥として協力し、選挙後の論考交渉によって、同年8月14日に第一副首相に就任する。第一副首相職は、 翌1997年3月に辞したが、1998年8月までインターロス社社長の地位を保った。2001年ソロモンアールグッケンハイム財団の運営委員となる。2003年国会サントラスト委員会議長に選出された。2005年ロシア公共会議所会員。2003年3月から企業統治に関する国家評議会で投資に関する。 理力準制定を担当した。2007年1月フランス政府、フランス文化賞によって美術、文芸勲章を受賞ありがとうございます。